ご視聴ありがとうございます。浜中大原の原です。今日ですね、平日金曜日なんですけれども、ちょっと空いた時間にというか、浜中荒井海釣り公園にですね、ちょっと偵察に来てみました。どんな感じかなと思って来たんですけれども、まあ人はそこそこいますね。いい感じのばらけ方というか、いい感じのばらけ方ってどうなんだろう。そこそこいますね。人はそこそこ来てますね。やっぱり天気もいいし、暖かくなってきてるし、釣れ始めてる感じはありますよね。この前やってきて、2週間ぐらい前かな、釣って、結構釣れましたんで。でもですね、偵察って結構来るじゃないですか、私。偵察とかって言って動画も上げてたんですけど、ちょっと来ただけで、わかる時もあるんですけども、そう簡単にその日のこととかって、わかんないなってのありますね。それをちょっと反省したいなと思います。今日もですね、向こうから、ゆっくりと歩いてきて見てきてですね、釣れてる人はですね、一人だけと、ちっちゃい魚、小魚を釣り上げてましたね。それが見かけられただけで、それを元にですね、釣れてないっていうのはどうかなってやっぱり思いますね。釣れる時間帯もあるでしょうし、今たまたま釣れてない時間なのか、そういうこともあるし、ちょっともうちょっと長い時間、偵察なら偵察で、時間を費やさないとダメだなって、釣り始めてもう2年目の終わりぐらいになって、ちょっと反省しました。今回そういうことを言いたい動画でした。この動画ちょっとでもいいなって思っていただけた方は高評価のボタンをクリック、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画、他の動画でお会いいたしましょう。浜中大原の小原でした。ちょっと釣りに関してはお話でした。バイバイ。釣りは多分来週ぐらいからちょっと頑張ろうかなって思ってますね。頑張るぞ。頑張るぞ。